仏土壌は、蒸気孔鯉目土壌下に属する魚類である。生魚の体長は、最大でおよそ6センチメートル。体型は太短く、断面は、円筒形。頭部は、上下に扁平である。体色は、茶褐色から赤褐色で、体には、黒点が散在している。口ひげは4体で、合計8本あり、3体が上唇より、残り1体が微光より発達し、 フンの髪型に出る。日本固有種で、青森県、中国地方西部を除く本州、四国に分布する。水温が低く流れの緩やかな河川や湿地、水田等に生息する。土壌化の魚としては珍しく発達した浮き袋を持ち、あまり低層には潜らず単独で中層の水草の間を泳ぎ回ることが多い。植生は雑食で、魚類、甲殻類、 藻類等を食べる。3から6月の繁殖期には一尾のメスを数尾のオスが追尾し、水草や水中の枯れ草、落ち葉等に休憩で粘着性がある卵を産みつける。産みつけられた卵は産卵後2日から3日で孵化し、生まれた稚魚は1から2年で成熟する。護岸工事などの開発による生息地の減少に伴い、生息数は激減している。 松笠街養請の宿主の一つ。ペットショップ等で販売されることもあり、主に観賞魚として飼育される。飼育の際は高水温に弱いため注意が必要である。日本に分布する種で生息数が減少しているが、河川への流出は遺伝子汚染や病気の電波等が考えられるので慎むべきである。ありがとうございます。